車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち。この番組は車検のコバック米子店の提供でお送りいたします。こんにちは、あんこそば P さんです。こんにちは、車検のコバック米子店のまっちゃんです。はい、今月はですね、このもう僕らおじさん2人夏バテしてるんですけど、はい、この夏バテをどう乗り切っていくか、もう乗り切るっていうか、もう夏バテしてしまったら意味ないけどね。まあそうですね、うん、バテちゃったら意味ないんですけど、バテから、まあ、回復するような、そうですね、先ず、うん、みたいなグルメを紹介させていただきたいなと思います。はい、はい、じゃあ今回ですね、うん、僕の方から、夏、この夏におすすめのグルメということで、ちょっとね、まあ、変わってるっていうかあれですけど、はい、タイ料理、タイ料理、あ、紹介できたらなと。旗ヶ崎？違うんですよ。あ、そっちじゃないんだ。旗ヶ崎あれですよね。なんか孫ラオ、はい。そっちじゃないんだ。ね、タイ料理屋さんあるんですけど、はこれね、場所はね、うん、かなりこれ絶対に情報なしではたどり着けない。うん、南部町の方にある、古民家カフェエッツという、うん、タイ料理屋さんなんですけども、そんなところに、これ絶対に案内なしじゃたどり着かないです。こんなとこに闇の案内人に言わないとダメってこと？そうそれぐらいわからない、わからない、絶対わからないです。なんでわからなくするのだ。外から見ても、うん、普通に古い家、へでそこにたどり着くまでにもう小さな橋を渡って集落の中を行って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 やっとあるんで、え、車はどうするんですか？車一応ですね、駐車場6台、止めれるように完備してあって、止めてからが遠いってこと？いやいや、もう歩いて15秒くらいですね。あ、そうなんだ。はい、本場のタイで修行された店主さんが、はい、もう一つ一つ丁寧に作り上げる、うん、本格エスニック料理と。へえ。で、おばあちゃんの家、うん、築130年だったかな、本当に古民家を改装して、カフェにされてるんですけど、うん、何がこだわりかというと、無添加無農薬の食材の調理で、うん、まあ店主もすごい心優しい人柄の人でですね、まあ、いろんなことを一個一個にこだわりが詰まってると。で、大体、エッツの場合は毎月、うん、メニューが変わります。毎月メニュー変わってて、それにプラス、まあ、うん、有名なのはもうその場で絞ってくれる生絞りモンブラン。へー。そのモンブランについてる自分で栽培した芋とか、和栗とか、あとはその、モンブランを下に乗せるためのメレンゲですね、うん、3時間熟成したメレンゲ、へー、あとはバスクチーズケーキとか、まあ、その他もメニューがあるんですけど、うん、大体まあ、セットメニューでその日替わりのランチメニュープラスモンブランを頼まれる方が一番多いかなと。激アツですね。そうですね。ちなみに7月はですね、うん、7月のメインはクンパッポンカリーっていうタイのエビカレー。美味しそう。ちょっと先週もカレーの話してたからね。そうですね。で、その前が、ですね、6月はガイアンっていう、まあ、鶏料理をフレンチの技法を置いて、まあ、タイ料理にしてると。で、その前は、5月はカオマンガイだったんですけど、まあまあ、それは有名。そうですね。まあ、でも何といってもやっぱりモンブラン、うん、がもう本当に目の前で絞ってくれて美味しい。で、まあ、セットメニューになってるんで、まず何時間もなんかあれした、鶏のスープが出てきて、うんうん、その後に、季節によっては、まあ、サラダだったり生春巻きだったりで、メインが出てきて、うん、最後デザートというところで、まあ、一つ一つの食材に本当こだわって、調理法もこだわってるんで、フレンチみたいなタイ料理だね。そうですね。なのですごく美味しいですし、うん、おしゃれだし。値段的には？2300円くらいかな。まあまあまあか。そうですね。でもまあ、まあ、そんだけの量出てきたら安いんだよね。デザートもついてっていう感じなんで、ちょっとでも勇気出していかないと遠いし。そうですね。で、ね、これ絶対もう皆さんインスタでしか見つけてこれないと思うんですよ、本当に。インスタ大体2000人くらいフォロワーいるんですけど、最近はもう飲食とかやっぱインスタだね。そうですね、インスタがないと、うん、ウェブじゃ、ホームページじゃない、うん、いらない、インスタだけあればいい。だから絶対こんなとこを調べないと分かんないだろうみたいな。
でも先日もね、お邪魔した時に絶対インスタしてないだろうなみたいな、あのおばあさんお二人組がおられて、この人たちはどうやって来たんだろうなと思って、あんまりね最近の傾向としては情報を出しすぎるの良くないんですよね。はいはいはい、はい、インスタでまさに写真ポン、はいはいはい、これで終わりみたいな、そうですね、このちょっとミステリアスな感じがね、ちょっとフレンチっぽいタイ料理だね。そう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 、見た目もおしゃれだから、ザタイって感じじゃない。そう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 、なんでこの人はそんなね場所でやろうと思ったんですか。なんでなんですかね。まあおばあちゃんの、あの古民家、まあ家実家を改装してて、で僕聞いたんですよ、はいはいはい、なんでエツなんですかって言ったら、おばあちゃんの名前がエツだったからですって、そうなんですねって、じゃあおばあちゃんとしては喜ぶよね。そう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 、孫かなかもしれないですね。でなんかあのおしぼりも、僕もなんかあんまりそういうおしゃれな店行かないんですけど、ちっちゃくこのラムネみたいになってて、あで膨れるやつね。そうですね、水かけて膨れん、フレンチだね、ピヨピヨピヨって膨らんできて、なんだこれみたいな。でもまあそのスープもすごい、ものすごい濃厚っていうか、うまみがもうとんでもない、でなんかいろんな添加物とか使ってないから、本当に食材のうまみそのもの、でパクチーとかちょっとタイ料理の人って気にされるんですけど、パクチーどうですかって、苦手ですって言ったら間抜いてくれたりとか、あそれ嬉しい、でそういう感じでやってくれる。辛いの苦手な人もいるからね。そうですね、クンパッポンカリーも基本辛いんですけど、辛みを抑えてあって、美味しかったんで、なんかちょっとエスニック料理で、まあ少しピリ辛なもの、食べてこう夏バテ乗り切れた。まあ美味しい食材使われたものと、あとは甘いスイーツ、最高かなと。いいね。いやなんかタイって聞いたら、僕バンコクに毎年行ってたから、はい、ジャパンエキスポの仕事で、8月終わり毎年行ってたんですけど、また行きたくなりましたね。ああいいですね。いやタイの現地でねご飯食べたんですよ、ガパオライス、はいはいはい、何も言わずに普通に注文したらめちゃくちゃ辛くて、辛い辛い、その辛いレベルがもうなんだろう、痛い通り越すぐらい、うん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 、一口食べてごちそうさまするぐらい、いや本当そうですよ、やばくて。でもあのね、現地の人はそれパクパク食べてたからね。あん本当にね、ミャンマーもそうですけど、あのタイとか本当のアジアの、料理、当たり前に多分食べれる食べてたら、本当に次の日ずっとお腹下してるんですよ。そうそう、なんか緑色の可愛いやつが入ってて、あこれ、はいはいはい、可愛いな、食べたらもうそれで終わりでしたね。チーンってなって、それやばい、それ一番辛いやつみたいな、よくわかんないけど唾液が半端なく出ますしね、出るっていうか、もうなんか汗がすごいよね、冷や汗というか、なりますなります、まあ大変なことになりましたけどね。またバンコク行きたいな。でも8月終わりとかは絶対ね、今の状態だと僕は絶対に国内から出れませんからね。行けないですね、絶対無理ですね。ギリギリのギリギリが来ますからね。ギリギリのギリギリでも絶対出れないですね。そういうことなんですよ、まあいつかまた夏に行ける日を夢見て頑張ります。ぜひ行ってくださいね。はい、はい、ということで改めてちょっと店の名前と場所を、はい、古民家カフェエツですね、ぜひ皆さん行ってみてください、はい、それでは、今月のリスナーさん向けのキャンペーン、はい、今月のリスナー限定のキャンペーンは、はい、エアコンの点検無料キャンペーンを引き続きさせていただきます、この夏エアコンが壊れてですね、エアコン使えないと、特にまあこの今、流れてるの2週目かな、お盆真っ只中と、真っ只中だね、この放送聞いてるときに、うわエアコン壊れたなと、車屋さん駆け込まなきゃと。だいたい最近車屋さんもねしっかり休みます。あー休む休む、いやもうこの夏の暑さのお盆にエアコン壊れたらもうまあ使い物にならないですよね。完全積みますよ、はい、なので、そういったのを予防するために、皆さん事前にですねエアコンの点検無料で受けていただけると、はい、そういった、せっかく、出かけようとしてた予定もですね、おじゃんにならずに済むんじゃないかと。いいじゃないですか、はい、もう本当にまっちゃん救世主みたいな人ですよね。そうですね、まあ僕もねあの夏休みはしっかり休むんで、ね、あのお店の方もね留守電になっちゃいますから、はい、そういったねトラブルが連休中に起きないように、もう最悪もうまっちゃんと結婚するしかないですね。そしたら365日、はい、前日対応、それは大丈夫ですよね、
ということでね、結婚したい人はぜひ連絡してください。それではね、あと8月のジョイからのキャンペーン、はい、8月のジョイからのキャンペーン、はい、引き続き、あー、ディスプレイオーディオ、そうそうそう、あ、もうなんかずっとやりすぎて忘れてました。あー、はい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 、8月末までそうですね、はい、セブンマックスリース、まあ、リースご制約のお客様にディスプレイオーディオプレゼントということで、うん、こちらも引き続きさせていただいております。はい、まあ、リースする車にね、何もカーナビとか何もついてない状態だったらちょっと味気ないですよね、はい、いやもう穴ですからね、穴ぼけが開いてる状態で借りるってことでしょ、はい、そうですそうです、じゃなくて今の8月末までだったら、はい、もうリースするって決まったら無料でディスプレイオーディオがついてくる、そうですね、穴が埋まってくると、埋まってくると、本来であればまあどうですかね、うん、メーカーさんのディスプレイオーディオ 4,5 万くらい、あーもったいない、まあ、それを追加でつけないといけないわけなんで、うん、まあ、それがついてきますよ、5万円ぐらい約、ね、お得ってことですよね。いやそれはそうですよ、シンプルに、はい、お得ですよ。で今のそのディスプレイオーディオって Bluetooth？ そうですね、 Bluetooth 接続が対応のやつです。できますから、まあまあまあ音楽とかね、うん、そういったものもスマホ1台で連結して聞いていけますしね、いろいろ便利ですよね。そうですね、まあ今最近やっぱ CD、DVD とか言われるよりはディスプレイオーディオで、うん、ディスプレイオーディオってあくまで携帯を主にして、うん、画面として使うって感じなんで、あ、そうそうそう、なんミラーリング的なね、そうですね、まあそういった使い方でいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。ね、だからアマプラとかネットフリックスとかね、はい、いろいろつなげてみるのもいいのかなとは思いますし、はい、いろんな使い方できますよね今ね。まあもうやっぱ携帯を主にマップとか、うん、まあ、結局なんだろうな、ナビとかも実際にどん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 地図データは古くなるんで、うん、まあ、そうなってくるとやっぱり携帯はね勝手にマップ更新されてるんで、それが一番、普通のナビだけのやつってちょくちょくディーラーに行ってさ、そうそうそう、更新っていうね、なんか面倒くさいことしなくちゃいけなかったり、いちいちお金取られたりね、めっちゃ面倒くさいですよ。よりはもうこの、ね、ディスプレイオーディオで Bluetooth 接続、スマホだともう常に最新ですからね。そう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 、本当に便利になりましたよね。そうですね、だからまあもうね、ナビ作ってるメーカーとかも、うん、ああ、ガラリと戦々恐々じゃないですか今、方針を変えてね、やってますよ ね、 いや知り合いにナビのあの地図データを制作してる人がいるんですよ。大丈夫かなと思って、やばいっすよそれね、え、もう常にネットに取られる、ネットの脅威にさらされるみたいなね、感じになると思いますけど、ということでね、はい、今月は真夏を乗り切るグルメ特集をしております。来週は僕の方からですね、グルメの方紹介させていただきたいなと思います。ということで、あっという間の時間が来てしまいました。はい、はい、今回も P さんと車検の小バック米子店のまっちゃんでした、はい、エアコンのトラブルなど気をつけてください。早めに連絡の方お願いします。それでは皆さん、また来週、じゃあね。車検の小バック米子店プレゼンツ、小バックと愉快な仲間たち、この番組は車検の小バック米子店の提供でお送りいたしました。車検の小バック米子店プレゼンツ、小バックという会な仲間たち、パーソナリティの P さんとまっちゃんが山陰のグルメやおすすめスポット、相変わらず映画なども紹介、毎週火曜日14時半から。今月はラジオを聞いたリスナーの方はエアコン点検無料、小バック米子店へ遊びに来てね。